じゃあこんにちは、ゆたかさん。はい。今年のキャンプ、ピリッとしているチームがあります。 DNA か、DNA か勝てるので違いますね。違う、DNA じゃないです。日本ハムです。なんで去年とはやっぱ新庄監督が全然違う。まあ違うよな、はい、おちゃらけがないもんね。全くです、うん、紅白戦から結構ピリついて、うん、あの中継のカットのミスがあったんですけど、はい、もう一回みんなも選手がピリッとなってしまって、ギャップはちょっとなありすぎるとな去年と選手もどうしていいか分かんなくなるよね、はい、でも万波選手もああみたいな、やっちゃったみたいな顔してたり。まあまあでも今年は厳しくいくよっていうことは説明してるだろうからね、はい、まあまあでもそれが普通だよ。本当は本来はそういうことですよね。普通だよ。まあ、新庄ステージというまたね、はい、ちょっと見えるところがあって、そこからマイクで、まあ、新庄監督がいろいろ指示を出したりとか、はいはい、あともうあの紅白戦も、はい、まあ、今段階でも2回終わりましたし、結構ね選手たちも去年とは違うところを体感してると思うんですけど、まあ そうだね、そんな中でもやっぱり注目選手であったりとか、はい、まあ、ルーキーの選手もいます。まずは何といってもドラ1、矢澤選手。ちょっと器用タイプだね。だからちょっといいとこ見せようとか、うん、ちょっとこうフォームを崩してるというかね。あ、まあ、ピッチングはそうでもないんだろうけども、はい、バッティングの方で強く振りたいとか、はい、まあ、そういうことがあるよね。結果が欲しいとか、うん、遠くへ飛ばしてやろうとか、うん、まあ、でも ああいうフォームでは打ってなかったと思うんだけどね。いや、こうずっとスウェーするんだよ、はい、だから止まるところがないんだよね。あ、そのまま流れていくんだ。そう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 、うん、そういう意味ではちょっと気負いがあるのかなっていうね、うん、まあ、力みとか、はい、まあ、そういうことは感じてるけども、あんなバッティングではないと思うんだよね本来は、うん、もっとシャープでこう軸でパーンと回れるような感じ、うん、軸がずれてってこうなんか流れの中で打つみたいな、そういう感じでもなかったはずなんだけどね、うん、ちょっと自分のフォームを忘れてるのかなっていう、まあ、いいとこ見せたいなっていうような、ありますよね。まあ、そういうところはあるからね、ルーキーは ね、 でね、ドラ1で1軍のキャンプに、ね、すぐ帯同できて、そして紅白戦でもすぐ、はい、2番でね、はいはい、DH でっていうところもあるので、まあ、そうだね。まあ、犠牲フライは、ね、打ちましたけれども、はいはい、まあ、本来のバッティングからするとほど遠いと思うよ。二刀流の調整法とかさ、やっぱ大学とはまた違って、まあ、日本ハムのやり方っていうのもあるだろうし、まあ、そこら辺での戸惑いがまだあるのかなっていうような感じがするよね。うん、ただいい選手だよ。お、やっぱりそこは。やっぱ体柔らかいもん。こう構えてから左足のこう粘りだとか内転筋のこう使い方とか、そういうのはやっぱりうまいんだろうなっていうのは感じ取れるけどね。篠陣、まあ、コーチ陣だったり監督とかは、矢澤選手はいきなりの二刀流なのか、まずバッティングから入ってピッチングが追いついてきたら二刀流にするんですか。いやいや、もう両方やらすよ。もう用意どんでスタートで片っぽ調整遅れっていうのはないでしょ普通。いや、それやめてよみたいな。いや、まだ肩は仕上がってませんみたいな。それはやめてよ。じゃあ用意どんでいきなり一軍開幕でピッチャーもやって2番っていうことにはまだちょっとちょっと時間はかかるんですかね。まだプロの生活が始まって、まあ、ちょっとしか経ってないよね。そうですね。まあ、そこでそれ求められてもさ、それは一軍に入れる選手なのかどうかっていうのもまだ見極めなきゃいけないし、だまあ焦りさんなっていうような感じだよね、うん、多分彼は結果が出て、まあ、誰でもそうかも分かんないけど、結果が出てきてやっと心が落ち着くというかさ、で練習やってるうちはまだそわ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 してるというか、ざわついてるというかさ、やっぱ結果が出始めて、初めてこう落ち着いてくるかなっていう、本来の矢沢の姿になってくるかなという、今はもう気負いだとか力みだとか、はい、そういうのが先行しちゃって、やっぱり結果を出さなきゃいけないという、まあ、彼の中の、まあ、性格なんだろうね。ちょっと焦りは感じるけどね。そうだ、見ててそういう風に感じた、うん、感じるんだね。そしてルーキーでありますけれども、ドラフト5位、はい、ショートの奈良間選手、はい、立正大から来ました、はい、注目です。なんで紅白戦でもバカ、お前さ早すぎるって。たまたま、まあ、バットに当たったのがヒットになっただけだろ。守備もショートも、いやいや、まあ、まあ守備もね、まあ、その辺の評価は得てるけど、そんなに慌てんだよお前。早いかまだ早いよ。ただね、はい、非凡なものはある、確かにね、うん、その野球選手として、はい、まあ、リレードスチールを決めたりだとか、はい、打つ方だってね、やっぱり引っ張れない、引っ張ることっていうのは非常にバッティングの中では高度な技術なんだけども、まあ、そういうのは持ち合わせているという。ただね、バッティングにすれば少し高いな、
構えが高いところって上げてみ、これ下げてみ、うん、肩楽じゃない、楽で、あ、下げた方が楽です、うん、やっぱりね、そういうところがもう少し下げた方が肩は楽に、よりシャープに振れるという、うん、守備に関しては確かにうまい、ボールさばきはうまい、ただ下半身が弱いな、まだ。というのは取ってから投げるときに上体が浮いちゃう、もう楽して受けてるよ、うまいから、うん、いやそうじゃなくて、やっぱ基本っていうのはやっぱ低いところから取った位置から投げれるようにならないとさ、これが一つのリズムだから、取ったら上体を起こして投げるから、これリズムが切れてるんだよ。確かにボールさばきはうまい、はい、だけども基本という意味ではやっぱ下半身を、強さをもっとつけないと1年間持たないよ、あの守備は。確かに下手では全然ないし、うまいと思うんで、うまい部類だと思う、はい、まあだけどちょっと楽して受ける傾向があるな、ね、これはアマチュアでできてるから、やっぱりそこら辺は抜いてるんだと思う。教えられてないのかね、はい、うんうん、だからそこら辺をしっかりやるようになるともっとバッティングも良くなるよ。おお、このショートっていうと上川畑選手がいると、はい、じゃあ奈良間選手なのか上川畑選手なのかっていうところも、ファンはすごくどっちになるんだろうっていうところも非常に楽しみにしてます。上川畑そうですね、いやそりゃそうだろう、そりゃそうですよ一日のショートってあるよ、やっぱりそれは並んで受けさすとやっぱ分かると思う、そのボールに対しての入り方の、取ってからそういうスローイングの高さっていうのが、はい、こう状態が浮くっていうことは力が逃げてるっていうことだから、うん、取った勢いをボールに伝えるためにはその高さをあまり変えちゃいけないんだよね、はい、で右足に乗せて体重移動で投げる、うん、取ってはい投げますっていう、その取るのと投げるのとの連動性が低いよね、うん、上川畑はその連動性はできてる、できてきたんだよ、あこの昨年1年間、そう、うん、やっぱりコーチがうるさく言ったのかもわからないし、はい、だからまあそういうところを指摘してやると下半身が強くなったりとかするし、より安定してくるよね、より上手いっていう風になってくるよね。これはそのキャンプの短期間ではなかなか完璧に習得するっていうのは難しいんですか、試合に出てさらにっていうところになってくるんですか。うーん、まあ、ミスしてからだろうな。で今は小手先でやってる、小手先のうまさは確かにあるよね、まあ、だけど日本ハムの守備走塁コーチが誰かわからないけども、まあ、そこら辺をちゃんと教えてあげるといい選手になりそうだよね。そうですね、楽しみではあります、ね、いや楽しみではあるんだよ、楽しみではあるけど、もうお前なんか焦っちゃってさ、もうなんかスーパースターのような扱いをしちゃうからと思って、お前何考えてんだって、まだ早いだろみたいな、ヒット打ったって紅白戦だもんお前、はい、そんなところで打ったって金になるかよ。どのあたりぐらいから、あこれ一軍でいけるなっていうのはどこら辺で見極めていけばいいですか。まあ、この手のタイプはオープン戦始まって5試合ぐらいの段階でまあ判断はつくね。でも3月の初旬中旬っていうことぐらい、その間ってぐらいですか、ね。まあ、そこら辺でまあ率4割ぐらい打っとかないと。おそらね、最初のオープン戦なんてそんな本気で投げてこないの、ピッチャーって。まあ、若手が投げてくると本気で投げてくるよ、はい、いやだけどやっぱり一流って言われるピッチャーが投げてくるのは中旬からだから。そうですね、うん、だからそこまでに4割ぐらい打ってると、ああ後半も使ってみようかなっていう気になるけど、まあそのぐらいで2割だったら、まあ、ちょっとファーム行って鍛え直そうかっていうことになるよね。うん、そりゃ簡単じゃない。だってもうオープン戦って言ったって WBC で S 級が全部抜けるからね、うん、そうなんですよ。まあ、そうなってくるとやっぱ今年のオープン戦っていうのは結果出しても、まあ、あんまり参考にはならないというかね。確かにそうですね。まあまあ参考には一応なるよ、なるけども、例年ほどの評価では考えちゃいけないよね。確かにそうですね、うん、そこは。そして豊さん、はい、嬉しかったのが俺たちの江越選手です。誰が俺たちのエゴシ俺たちのエゴシですよ。誰が俺たちのエゴシになったの。今もう YouTube でも SNS でも俺たちのエゴシがロマン法って言って、あ、まあね、はい、レフト線へヒットも、レフト線ホームラン打ったんですよ、俺たちのエゴシ選手が。金にならないからな、まだな、エゴシ選手って。あ、まあでも環境が変わってね、はい、生き生きはしてるよね。そうですよね。いやそれとやっぱり良かったら使ってくれる、うん、いやひょっとしたらレギュラーも取れるかもわからないという夢を持ってるよね、はい。まあ、阪神だとほぼほぼランナーがいない時に代打、負けてる時の、はい、まあ、守備いっとくかみたいな、まあ、そんな感じだと思うんだけども、はい、なんか夢があるよね、彼は日本ハム入って。そうですよね。だからあのやる気にもなってるだろうしね、うん、そのやる気がどこまで通用するか、はい、まあ、これはやってみないと分かんないけども、うん、結果が出るとね、使ってくれる監督だし、はい、ただその解説の
あれだけコンパクトに軽く打って打球があのスピードでそのレフト線へとホームラン飛んでいくと。でもこのホームランは忘れてください。1年目あれでできると思って例えばセンターの当たりだったり今度ライト線が全く打てなくなってしまったからあのホームランの当たりは忘れてくださいっていうふうに必死に言ってたんですよ。それはなんでだったんだろうなって。忘れるも忘れないもさ打ったことはもう評価として自分の中で感触として覚えておいた方がいいかもわかんないけど江越のバッティングはそういうバッティングじゃないよって。あ、そういうこと。もっとやっぱ広角で打てるバッターを目指さないと日本ハムでは通用しませんよと、うん、あんな当たりっていうのは年に何回もない当たりですよと、うんうん、それを追い求めてるばっかりに自分を見失わないでくださいねと、うん、いうことのメッセージだと思うんだけど、はい、フリーバッティング見てるとね状態が前に乗るのが早すぎるな江越選手。それはね衝突だよ。あ、ボールとの衝突が起きて打ってるというだけでね、はい、捉えて打ってるというよりも状態がボールを迎えに行って打ってるっていうの感覚だから、うん、もう少し右に残した方がいいな。右に残す。ボールは来るから、うんうんうん、何でもかんでも取りに行くからあいつはなんかそんな感じだから、はい、だから来るから絶対にね、待ってくる。だからそこをもうこのまま待ってこのまま打ち返せっていうぐらいの感覚でいいんだけどあいつパッて打ちに行くから前に出すぎて打ちに行っちゃうんですね。そう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 、だから前に出ないように出ないようにしないとダメだな。まあ、ただ環境が変わったということで、ね、あやっぱりね、うん、自分の置かれている立場も変わったし、はい、だからそういう意味では夢を持ってね、うん、頑張ってほしいよね。そうですね、まあ、今日挙げた、矢沢選手であったりあと奈良間選手、まあ、江越選手もそうですけど環境が変わって日本ハムに新たにやってきたと。まあ、ルーキー2人だからな、はい、環境変わるも何もないよ ね、 そうですね、まあ、いや初めての世界に入るというね、はい、江越はやっぱこうチャンスをもらったわけだから、はい、まあ、頑張らないとね。そうですね、はい、そしてね、まあ、新庄監督どん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 ちょっとピリピリとしていくのかなっていうと、うん、ちょっと選手たちもちょっと目の色変えてやらないとっていう去年とは違うので根性に言われたからねまあまあいいかそれそうですね、そこは、はい、そこはね、はい、はい。